カンボジア特別法廷のエンブレムカンボジア特別法廷とは1975年から1979年の民主カンプチアでクメールルージュ政権によって行われた虐殺等の重大な犯罪について政権の上級指導者、責任者を裁くことを目的として2001年に同国裁判所の特別部として設立された裁判所2003年6月 カンボジア王国政府と国際連合との協定が成立し、国連の関与の下、2006年7月から運営を開始した。略称はエッケック・セック。詳細はカンボジア内戦を参照多くの拷問、処刑が行われたとされる S21 収容所1970年代後半のカンボジアではポルポと率いる共産主義政党クメールルージュが政権を握った。 1975年4月17日、クメールルージュ軍は首都プノンペンを占領し、新米のロンノル政権を打倒した。クメールルージュは、中華人民共和国での文化大革命の猛、卓東思想の影響のもとに、知識人批判、学校、教育制度の解体、仏教を含む伝統的な価値観の否定など、過激な政策を実行していった。都市住民の強制大量移住や、 強制労働を実施したほか、ロンノル政権時代の行政官、軍関係者をはじめとして、知識人、教育関係者、仏教、イスラム教関係者、少数民族、党内外の反対派を次々に粛清した。クメールルージュが政権を握っていた約3年8ヶ月の間に、カンボジアで失われた人命は、アメリカ合衆国中央情報局の推計によれば、 1> 約170万人から約200万人、ミー・サムリの推計によれば、224万人とされる。1979年1月7日に、ベトナム人民軍の侵攻により、クメール・ルージュは政権を追われ、ゲリラ勢力となった。その後、反ベトナムのクメール・ルージュ、シハヌーク王党派、孫三ンン共和派の三派連合政権と、プノンペンに成立した親子氏のヘンサムリン政権との、 間で内戦が続いた。1979年7月15日、カンボジア人民革命評議会の緊急命令により、プノンペン特別司法廷が設置され、被告人欠席のまま、同年8月15日から19日まで裁判が行われ、ポルポト及びクメールルージュのナンバーにと言われた、イエンサリの二人に死刑が宣告された。1990年、 プノンペン政府のセ戦首相とサンパ連合政権のシハヌークとの会談を機に和平プロセスが急速に進行し、1991年のパリ和平協定、1993年の政権議会選挙を経て、シハヌークを国王としてカンボジア王国政府が成立した。しかし、クメールルージュは国連が要請した武装解除を拒否、選挙をボイコットして、 和平プロセスから脱落した。1996年、イエンサリーが道党を離脱して、御社と引き換えに王国政府に投降した。1997年半ば、党内構想の中多目によって逮捕され、身柄を拘束されていたポルポトが1998年4月に死去し、その多目も王国政府に逮捕され、さらに有力な指導者級サムファン、ヌオンチアが投降し、 クメールルージュは崩壊した。ポルポトの死後、彼個人の責任を追求する道は閉ざされた。一方で、これを機に、生存する指導者の責任を追求すべきだとする、機運も高まった。イエンサリエの恩赦や、ポルポトの死亡、多目の逮捕は、クメールルージュ指導者の法的責任を追求すべきでは、内科との議論を巻き起こすこととなった。また、1996年に、 トマス・ハマーベルがカンボジアの人権問題に関する国連事務総長特別代表に任命され同代表も法的責任追及に向けて取り組んだ。その結果、国連人権委員会は1997年4月11日、コフィアナン事務総長に対し過去の重大なカンボジア法、国際法違反に対処するためカンボジアから支援の要請があったときは これを検討することを要請する決議を採択した。1997年6月24日、ノロドム・ラナリット第一首相とフンセン第二首相は、アナンジム総長宛てに、連名で、1975年から1979年までの、クメール・ルージュ支配の間に行われた、ジェノサイド及び人道に対する罪に責任を有する、ものを裁くため、国連及び国際社会の支援を求める。 胸の書簡を送付し、その中でカンボジアは裁判を実行するための資源と専門家を有していない胸を述べた。国連に支援依頼の書簡を送った直後の1997年7月、噴泉はクーデターにより第一首相のラナリットを排除し実権を握った。1997年12月、国連総会はこの要請について 専門家グループの派遣の可能性を含め事務総長に大使検討するよう求める決議を採択した。これを受けて事務総長は3名の専門家グループを任命した。専門家グループはカンボジアを訪問するなど調査の上、1999年2月22日国際法上、そしてその中でアンポリまたは総会のもとに 特定目的の国際法廷を設置すべきであると勧告した。カンボジア首相の奮戦これに対して、カンボジア政府は、1999年3月3日付、事務総長宛所管で、カンボジアの平和と国民和解の必要性を考慮に入れるべきであり、やり方を間違えば旧民主カンプチアの召喚らにパニックを引き起こし、再度の内戦につながりかねないと警告し、 その後の事務総長との会談でも多目について国内法廷で裁くことを主張した。一方、事務総長側は司法の最低限の国際水準を確保できるかや裁判の対象者を限定することについて懸念を示した。2001年8月、カンボジア国民議会は民主カンプチア時代に行われた犯罪の訴追に関するカンボジア裁判所内の特別法廷。 設置法を制定した。同法によれば、特別法廷は国内法廷の特別部とされる一方、国連への妥協の結果として、第一審はカンボジア人、判事3人と国際判事2人で構成されることとなった。しかし、司法の国際水準の確保を求める国連側の懸念は残った。特に、投校時に御社を受けた。 クメールルージュ指導者を裁判にかけることについては、噴泉首相は内戦の再発につながるとして否定的なコメントを出し、主要指導者が訴追されないなら支援を打ち切るとする国連側との対立が残った。その後、国連、カンボジア間で締結される協定と国内法との優劣関係や対人管轄権の範囲などをめぐって国連とカンボジアとの交渉は難航し、国連は 2002年2月8日、このままでは国連の求める独立、公平、客観性が保障されないとしてカンボジアとの交渉を打ち切る声明を発表した。しかし、日本、フランス等の関係諸国が交渉再開に向けて外交交渉を行った結果、国連総会は2002年11月20日の委員会で事務総長に対し交渉の再開を求める決議を採択した。 これを受けて2003年1月交渉が再開され同年3月国連とカンボジア政府との合意内容が明記された草案が作成された同年5月13日国連総会もこれを承認する決議を採択したそして2003年6月6日民主カンプチア時代に行われた犯罪のカンボジア法のもとにおける訴追に関する国際連合と カンボジア王国政府との協定が締結され、閣僚評議会担当省のソックアンと国連代理弁護士のハンスコレルとの間で調印が行われた。協定では1975年4月17日から1979年1月6日までに行われたカンボジア刑事法、国際人道法、監修及びカンボジアによって承認された 国際条約についての犯罪及び重大な違反について民主カンプチアの上級指導者及び最も責任を有する者を本特別法廷の管轄とし、第一審裁判部はカンボジア人判事3人と国際判事2人、最高審裁判部はカンボジア人判事4人と国際判事3人で構成されることなどが合意された。最高刑は終身禁錮とされた。 その後、カンボジア国内において、協定を承認するとともに、特別法廷設置法をこれに整合するように、改正する必要があったが、2003年7月の総選挙後の与野党対立から1年以上議会が開かれず、2004年8月、ようやく議会が開会して審議が行われた。そして、カンボジア国民議会は、同年十月、国連との協定を承認するとともに、 それに沿うように、特別法廷設置法を改正した。改正の要点は、3申請から2申請への変更特別法廷、設置法と協定との関係について、設置法を優位に置くことを前提に、協定に国内法としての効力を与えること被告人等の権利保障に関する規定の改正カンボジア法の解釈、適用に不明確な点がある場合や、 国際基準との整合性に問題が生じた場合に国際的に確立された手続き規則がガイダンスとして使用されるとの協定に沿った改正設置法制手前に与えられることとされていた御社、大社の範囲は特別法廷が決定する事項とすることである。改正法が反対票なしで国民議会を通過した日、噴戦首相は記者に 我々が待っていたものが今日達成されたと述べた。2005年4月までに日本の2100万ドルをはじめとして各国から3800万ドルの資金拠出が表明され、資金面でも裁判の準備が整った。2006年7月3日、任命を受けたカンボジアン側、国際側双方の裁判官らの宣誓式がプノンペン王宮で行われるとともに、 共同検察官による予備捜査が始まり、特別法廷は運営を開始した。同月、最初の司法官会議が開かれ、内部規則を定めることを決定した。特別法廷の手続きは、基本的には、国連との協定、特別法廷設置法、カンボジアの刑事訴訟法に従って行われるが、特別法廷に特殊な部分、国内法が、 国際基準に合致していない部分などがあったことから内部規則によって補充する必要があったためである。しかし、司法官内部のカンボジア側と国連側の対立があり、また、カンボジア政府の介入も取り沙汰されて長引き、同年11月に原案が公開されて、パブリックコメント手続きを経たが、2007年6月12日にようやく採択された。一方、 こうして裁判が遅延している間の2006年7月21日、被疑者の一人と目されていた身柄拘束中の多目が病死した。2007年7月18日、共同検察官が身柄拘束中であった関係区のほか、ヌオオンチア、キューサムファン、イエンサリ、イエンシリとの計5名について、司法捜査開始の申し立てを行い、 同年11月までにヌオンチア以下4人も逮捕、拘留されたことにより、裁判手続きは本格的に始動した。イエンサリは、後半中の2013年3月14日に87歳で、死去、イエンシリとも、認知症で裁判が停止されたまま2015年8月22日に83歳で、死去。2013年当時、残る3人の内観。 ケクユの裁判が第一事件として最高審に、継続中、残り二人の裁判が第二事件として継続中であり、共に恒例であることから、後半維持が難しくなっているとされた。2017年現在、三人の内間、ケクユの裁判が終了。残る二人は人道に対する罪において、終身刑が確定した一方、ジェノサイドの罪に関しては、2017年現在も、 裁判が続いている。このほか追加の被疑者数名についても、第3事件、第4事件として捜査が進行中である。2004年改正後の特別法廷設置法によれば、特別法廷が裁判の対象とする行為は、1975年4月17日から1979年1月6日までに行われた、カンボジア刑事法、国際人道法、監修、 およびカンボジアの承認した国際条約の犯罪及び重大な違反とされ裁判の対象とする者は民主カンプチアの上級指導者及び当該犯罪及び重大な違反に最も責任を有するものとされている特別法廷設置法は具体的に次のものを訴追する権限を与えているカンボジア特別法廷は旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷 ルワンダ国際戦犯法廷、国際刑事裁判所のような国際法廷と異なり、カンボジア国内裁判所の特別部として設置されている点に特色がある。同時に、国連との協定により、判事、検事その他のスタッフに、カンボジア人だけでなく国連の任命する外国人が当てられ、また、カンボジア国内法だけでなく、国際法も適用される。こうした特徴から、 混合法廷と呼ばれる。カンボジア特別法廷は、第一審と最高審の二審制であり、その他、捜査段階の裁定を行うための公判前、裁判部が設けられている。公判前裁判部は、捜査段階において、共同捜査判事の決定に対する広告等を審理する法廷である。カンボジア人、判事3人と、国際判事2人で構成され、 決定には5人中4人の賛成が必要である。現在の構成は次の通り。第一審裁判部は、捜査が集結式訴された場合に、第一審の公判を行う法廷である。証人尋問その他の証拠、当事者の弁論を踏まえて、被告人の有罪、無罪を判断する。カンボジア人、判事3人と、国際判事2人で構成され。 有罪の判決には少なくとも5人中4人の賛成が必要である。現在の構成は次の通り。最高審裁判部は第一審の決定、判決に対する上訴を審理する法廷である。カンボジア人、判事4人と国際判事3人で構成され、決定には7人中5人の賛成が必要である。現在の構成は次の通り。 遺言サリ被告の後半前交流審問共同捜査判事は、共同検察官からの司法捜査開始の申し立てを受けて、司法捜査を行う権限を有する。検察官ではなく、捜査判事が捜査の主体になる点は、他の国際法廷と異なるところであり、大陸法の影響を受けたカンボジア刑事手続き法の特徴である。共同捜査判事は、被疑者の有利にも不利にも偏らず、 公平な立場から捜査を行う義務があり、被疑者の取り調べ、被害者、証人の事情聴取、証拠物の押収、専門家の意見の聴取、現場検証、召喚状、逮捕状、交流命令の発布、証人保護措置、各種機関に対する情報提供、支援依頼など、真実発見のための様々な活動を行う、権限を有する。また、 当事者は共同捜査判事に対しこれらの捜査手段を取るよう申し立てることができる。捜査を終えると共同捜査判事は全当事者及びその代理人にその旨を通知する。捜査終了の決定が確定すると共同捜査判事は事件記録を共同検察官に送付し、共同検察官が最終装置書を作成して共同捜査判事に対し基礎または 不起訴の意見を提出する。ただし、共同捜査判事は共同検察官の意見には、拘束されず、捜査終結宣言を発し、被疑者を起訴して、公判定に送るか、または不起訴とするかを判断する。不起訴となるのは、共同検察官が装置した犯罪事実が特別法廷の管轄に属するものではない場合、犯罪の実行者が特定されていない場合、 被疑者に対する権利を裏付ける十分な証拠がない場合である。基礎の判断に対しては共同検察官からのみ、広告を行うことができ、不起訴命令に対しては共同検察官及び民事当事者から広告することができる。捜査終結宣言が確定した後は、共同捜査判事は役割を終えるが、不起訴後に新証拠が現れた場合は、 共同検察官の申し立てにより司法捜査が再開される場合がある。共同捜査判事は、カンボジア人、判事1名と、国際判事1人が務め、現在は次の2名である。当初の国際捜査判事は、フランスのマルセル・モンドであったが、カンボジア人捜査判事との対立が報じられる中、第2事件の捜査終結宣言を出した2010年9月15日当日。 個人的事情を理由として辞任を表明し、同年12月1日、ドイツのジークフリート・ブルンクが捜査判事に任命された。しかし、2011年10月9日、ブルンクは第3事件及び第4事件に関するカンボジア政府からの介入が取り沙汰されてきたことに言及し、辞任を表明した。共同検察官は共同捜査判事の行う司法捜査の前に、 予備的捜査を行うほか、司法捜査、公判、上訴の前段階を通じて、訴追側当事者として活動する。また、被害者の申し立てを取り扱う。共同検察官は、カンボジア人、検事一人と国際検事一人が務め、現在は次の二名である。当初の国際検事は、カナダのロバート・ペティットであったが、第三、第四事件の訴追の是非をめぐって、 カンボジア人権時と対立する中、個人的事情を理由として2009年6月23日辞任を表明し、同年9月1日からオーストラリアのウィリアム・スミスが臨時代行を務めたが、同年12月、アンドリュー・ケイリーが任命された。裁判部、共同捜査判事、検察局の行う事務全般を支えるため事務局が置かれている。カンボジア政府の任命する。 事務局長と国連事務総長が任命する事務局次長が全体を統括する。事務局に弁護支援部が設けられており、被告人に弁護人の選任について支援し、弁護人に対して費用の支払いを含め法的、行政的な支援を提供する。S21 収容所付属のキリングフィールドで殺害された被害者の人骨協定や特別法廷、設置法には、 裁判手続きへの被害者の参加については、定めがなかった。しかし、内部規則の制定過程で、NGO の活動等を受けて、2006年11月の草案から被害者参加制度や、被害者を支援する部署に関する規定が盛り込まれ、2007年6月の内部規則採択で正式に実現した。2008年2月の審理で、 国際刑事法に関わる法廷としては初めてとなる被害者参加が実現した。特別法廷の管轄に属する犯罪の被害者は共同検察官に対し陳情を行うことができ、共同検察官はそうした被害者の利益を考慮に入れて訴追を開始するか否かを判断する。また、被害者は民事当事者として裁判手続きに参加することができるとともに、 集合的かつ精神的保障措置を求めることができる。このような被害者参加の制度は、協定に謳われている、正義の実現や、国民和解という特別法廷の目的から見て、重要な意義を有すると考えられている。同時に、30年以上救済を求める手段が、与えられなかった被害者にとって、司法的救済が可能となる初めての機会でもある。事務局には、 被害者支援部が設置されている。被害者支援部は、被害者による申し立てや公判への出席を支援したり、代理人となる弁護士の名簿を提供したりするなどの活動を行っている。カンボジア特別法廷の建物は、首都プノンペンの市外から1 6トルほど外れにある。傍聴席は482席あり、外交官、メディア、一般傍聴人が傍聴できるようになっている。 建物はカンボジア政府がその費用で提供することとされている。特別法廷の公式言語はクメール語とされ、公式作業言語はクメール語、英語、フランス語とされている。審理の際には、英語、クメール語、フランス語の同時通訳が提供されている。第一事件の被告人となった観客 U 元 S21 政治犯収容所所長。 観客優に対する裁判共同検察官は2007年7月18日、共同捜査判事に対し、観客優及び公実の4人について、司法捜査開始申し立てを行った。共同捜査判事は、まず、観客優について県議に相当の理由があるものと認め、司法捜査を開始し、交流を決定した。これにより、観客優は同月31日に、 軍の公事施設からカンボジア特別法廷の公事所に移管された。2008年8月8日、共同捜査判事により起訴され、公判前裁判部により起訴の判断が是認されたのが同年12月5日であった。2009年2月17日及び18日、第一審裁判部で公判の冒頭審問が行われた。実質的な審理は、 同年3月30日に始まり、同年9月17日、証拠の提示が終わった。その間の証拠調べ期日は72日にわたり、証人24人、民事当事者22人、専門確認が出廷した。同年11月23日から27日にかけての5日間、最終弁論が行われて後半は決心した。審理の中で、 観客優は、自らの責任を認め、謝罪の言葉を述べた。2010年7月26日に一審判決が出され、次の罪で有罪とされ、禁錮35年を宣告された。人類絶滅に対する罪、奴隷化、抗禁、拷問、その他の非人道的行為と的な殺人、拷問、非人道的取り扱い、意図的に体または健康に対する重大な苦痛。 または重大な障害を与えたこと、意図的に捕虜または文民に対処公正かつ通常の裁判を受ける権利を奪ったこと、文民の不法な拘束道判決では、S21 収容所で子供を含む1万2000人以上が収容され、その多くが拷問その他の非人道的行為を受けると、共に非収容者のほとんどが付属の処刑場等で処刑されたと認定された。刑期は、 未決交流を控除すると19年となり、被害者や人権団体等からは軽すぎるとの声もある。一審判決に対しては、共同検察官と被告人の双方から控訴がなされた。また、一審判決では、民事当事者の求めた保証措置のうち、被告人が後判手続き中に謝罪し責任を認めた陳述を集約し、 判決確定後に特別法廷のウェブサイトに掲載すること当事者的確を認められた民事当事者が被告人の犯罪により被害を受けたことを確認宣言することを認めた民事当事者は保障措置及び民事当事者的確性についての判断に対して控訴している2012年2月3日上訴審で一審の禁錮35年の判決が破棄され 最高刑の終身刑判決を受けた。交流審問のため出廷する、ヌオンチアヌオンチア、キューサムファン、イエンサリ、イエンシリトの4人に対する裁判。前日の通り、共同検察官は、2007年7月18日、上記4人と、観客優について、司法捜査開始の申し立てを行ったが、共同捜査判事は、同年9月19日、 ヌオンチアに対する司法捜査開始と同時に S21 を中心とする第一事件とカンボジア全土に広がる事実を扱う第二事件等を分離することを決定した。冒頭審問に出廷する Q サムファン4人は2010年9月15日共同捜査判事の捜査終結宣言により起訴された。これに対して4人とも抗告したが、公判前裁判部は 2011年1月13日、基礎の判断を全任し、4被告人は、公判定に送られることとなった。基礎の理由は、人道に対する罪。1949年の、ジュネーブ諸条約の重大な違反、ジェノサイド。1956年、カンボジア刑事法典における殺人、拷問、宗教的迫害の罪である。対象となる構想事実は、 主に、3度にわたる強制移住、集団農場の設置、運営、収容所及び処刑場での悪分主催教育と、敵の抹殺、チャム族、ベトナム人、仏教徒など、特定集団に対する犯罪行為、結婚の管理の5点である。2011年6月27日、冒頭審問が行われて後半が開始し、現在第一審に継続中である。 4人とも無罪を主張している。同年9月、第1審裁判部は、判決までの時間を短縮するため、第2事件をいくつかのセグメントに分離して、順次審理、判決を行うことを決定し、最初のセグメントとしては強制移住に関する審理から開始することとした。第2事件のうち最初の審理は、案件例例に例1で国民の強制移住と、 その際に発生した犯罪、及びトゥオルポチュレーでのキューロンノル政権の幹部処刑に関する案件である。第二事件に関する二番目の審理例例に、例二では、ジャム族及びベトナム人に対するジェノサイド、カンボジア全土で行われた、強制結婚、強姦、仏教徒に対する処置、国内粛清、旧クメール共和国の公務員の処置、収容所四カ所、労働作業所三カ所、 トラム国人民公社が審理される。同年11月21日から、イエン・シリトを除く3名について、検察側の冒頭陳述によって、本格審理が始まり、22日には、ヌオーン・チア、23日には、イエン・サリ、旧サムファンが反論に立った。12月5日から、証拠調べが行われる。イエン・シリトについては、11月17日、認知症により、 後半に耐えられないとして第一審裁判部により、釈放が命じられたが、検察官が異議申し立てを検討している。2014年8月現在、第二事件のうち最初の審理令0に令一は、第一審が終了している。令0に令一に関して、2014年8月7日に、第一審の判決が出され、ヌオーンチア、旧サムファンリョー被告に、 終身刑が下された。2016年11月23日、上訴審でヌオーオンチア、旧サムファン両被告の人道に対する罪において終身刑が確定した。ジェノサイドの罪に関しては2017年現在も裁判が続いている。ヌオーオンチア詳細はヌオンチアを参照別名ブラザーナンバーにと呼ばれカンプチア共産党副書記長。 当常務委員会委員、民主カンプチア人民評議会議長などを務めた。1998年に王国政府に投稿し、噴泉首相の恩赦を受けて釈放され、パイリン近郊の自宅で暮らしていたが、2007年9月19日に逮捕され、同日、捜査判事が司法捜査開始、交流を決定した。2019年8月4日に、プノンペンの病院で死去。 旧サムファン詳細は、旧サムファンを参照九百七十五年、民主カンプチアの国家幹部会議長に任命され、九百八十七年に、ポルポトが、クメールルージュ投資を退いた後はこれを引き継いだ。九百九十八年にヌオンチアと共に投稿後、パイリンで暮らしていたが、二千七年十一月十九日、逮捕され、同日、捜査判事が、司法捜査開始。 交流を決定した。2004年、著書、カンボジア現代史と、私の下した決断の裏にある理由の中で、ポルポト政権下の惨劇については何も知らなかったと弁明しているほか、これまでのインタビューでも、大量虐殺への関与を否認している。交流新問に出廷する遺言サリ訴訟能力に関する予備新問に出廷する遺言シリと遺言サリ詳細は遺言サリを、 参照1975年から外交担当副首相を務めたほか、カンプチア共産党常務委員会委員、中央委員会委員を務めた。ポルポトの義理の兄弟でブラザーナンバー3と呼ばれた。1979年、政権崩壊と共にタイへ逃亡し、同年行われたカンボジア人民革命評議会のプノンペン特別司法廷では欠席のまま死刑を宣告された。 1996年8月、カンボジア国王令で1979年の有罪判決についての特殊及びクメールルージュ、非合法化法に関する訴追免除を受けるのと引き換えに、部下数千人を引き連れて投稿した。イゴプノンペンで暮らしていたが、2007年11月12日に逮捕され、同月14日に交流決定された。 1996年の国王令による御社の効力については、特別法廷によって判断されるべき問題として、裁判手続きに持ち越すことが国連とカンボジア政府の協定で合意されている。2013年3月14日、プノンペンで死去。イエンシリト詳細は、イエンシリトを参照イエンサリの妻。また、ポルポトの最初の妻キューポナリーの妹である。 民主カンプチア政権で社会問題省を務めた。1998年にイエンサリが国王の恩赦を受けて投稿してからは共にプノンペンで暮らしていたが2007年11月12日サリと共に逮捕された。2012年9月13日特別法廷は認知症の進行を理由に釈放を認めた。2015年8月22日 カンボジア西部のパイリンで死去。第一第二事件以外の被疑者を訴追すべきか否かについては、カンボジア側と国際側の検察官の間で意見が分かれた。国際側検察官、ロバート・ペティットが、クメールルージュ政権下の犯罪の包括的解明につながるとして、訴追を主張したのに対し、カンボジア側検察官は、国民和解の必要性などを理由として、 卒追に反対した。内部規則71条による共同検察官意見不一致の場合の手続きに従い共同検察官は公判前裁判部に裁定を申し立てた。しかし公判前裁判部では裁定に必要な多数を満たさず内部規則71条4項の規定により一方の検察官の請求した司法捜査開始の申し立てが維持されることとなった。 こうして、2009年9月7日、国際側検察官から、共同捜査判事に対し5人の被疑者に対する、司法捜査開始の申し立てが行われた。これが、第3事件と第4事件とに分割された。被疑者の氏名は公開されていない。第3、第4事件については、2009年9月、噴泉首相が訴追への反対を公言し、また、 2010年6月には共同捜査判事官の意見の不一致が報じられた。国際捜査判事がブルンクに交代した後の2011年4月29日、共同捜査判事は共同検察官に対し第三事件について捜査の終了を通知した。一方、国際検事の経理にはブルンク捜査判事の第三事件についての捜査が不十分であり、 現地検証を含めた捜査を続行すべきである旨を述べ、両者の対立が明らかになった。NGO 等からは、第三第四事案の訴追を望まない、カンボジア政府の意向に迎合して、ブルンクが不起訴に終わらせようとしているのではないかとの批判が巻き起こった。第四事件については共同捜査判事の捜査が継続中である。協定によれば、 カンボジア人の判事及びその他の職員の報酬。給与はカンボジア政府が負担し、国際側判事、国際側共同捜査判事、国際側共同検察官及び国連側によって採用された職員の報酬。給与は国連が負担することとされている。また、弁護人の報酬、承認の旅費、セキュリティ関係費用等も国連の負担とされている。そして、 国連負担分の資金については、2003年5月の国連総会決議で任意拠出金によって賄うことが決定された。2005年3月、アナンジム総長は国連で会合を開き、各国の拠出を求めたが、その時点では、特別法廷の所要期間は3年間、所要額は5630万ドルと見積もられていた。しかし、特別法廷の活動期間が長引く中、 2008年6月、同年末までの活動分として4370万ドルが新たに必要であると発表され、同年7月に改定され承認された2005年から9年予算は1億42万ドルとなった。さらに、2010年予算は3130万ドル、2011年予算は4070万ドルとして承認されたが各国からの拠出は追いつかず、 2010年5月、半期分事務総長は同年分の2100万ドル以上、また2011年分の4680万ドル全額について資金の手当てがされていないとして、国連で会合を開いて、緊急の資金アピールを行った。2006年の運営開始から2011年4月末までの、各国から国連負担分に対する拠出額累計は1億493万ドルで、 あり、拠出額の多い国は、右表の通りである。これに加え、カンボジア負担分についても、実際に、カンボジアが拠出できている額は一部で、日本等が拠出を行っている。2007年2月14日、NGO、オープンソサイティ・ジャスティス・イニシアティブにより、特別法廷の贈賄疑惑が指摘され、大きな問題となった。これに揺れば 判事を含むカンボジア側職員が採用された見返りとして特別法廷から受け取る給与の一定割合をカンボジア政府の採用担当者に対して支払っているとされ法廷の独立性にも疑問が投げかけられた2008年6月複数のカンボジア人スタッフがキックバックの事実を認めこれらのスタッフからの通報が椅子に送付された椅子は調査を開始し 同年9月、その調査結果をカンボジア政府に送付した。その内容は公表されていないが、報道によれば、事務局長のセアン・ビソット自身が、キックバック金を集約していたとされている。カンボジア政府からは公式に対応はなく、またビソットは、同年11月健康問題を理由に休暇に入った。以後、クラントニー事務局長代理が任務に当たっている。また、 これと並行して汚職防止対策をめぐってもカンボジア政府と国連との間で交渉が行われたがカンボジア側職員からの内部通報は自らに対して行わせることを主張するカンボジア政府と萎縮効果を懸念する国連側との間で交渉は難航しより根本的な問題として特別法定内における国内側職員と国連側職員の相互不信も指摘された 最終的に2009年8月11日、カンボジア政府と国連は職員からの内部通報秘密を守りながら受理する機関として独立カウンセラーを設置することとし、その地位にカンボジア会計検査委員長のウスチョルンを指名することを合意した。フンセン首相は前述のように特別法廷発足前から訴追対象者を広げることには、 否定的であったが、2009年9月、第3、第4事件の司法捜査が開始すると、第1、第2事件以外の追加訴追は再び内戦を招くとして、改めて反対を表明した。噴戦は、国際側の判事や検事が、カンボジアで問題を生じさせる、要本国政府から指示を受けているのだとも発言した。これに対しては、噴戦自身が、 初期のクメールルージュに所属していた経歴があり、フンセンの政治的名誉にクメールルージュの元メンバーが多いため、彼らを守ろうとしているのだとの批判がされている。さらに、2010年10月、プノンペンを訪問した半期分事務総長との会談においても、フンセンは追加訴追は認められないと述べた。2011年4月、共同捜査判事が、 第三事件の捜査集結を通告したのを機に、国連は第三事件を訴追させない方針を固め、共同捜査判事にその旨指示したのではないかとの報道がされ、議論が再燃した。これに対し同年6月14日、国連側は共同捜査判事に対して、そのような指示はしておらず、特別法廷は、カンボジア政府、国連、ドナー国、 市民団体のいずれからも独立であるとの声明を発表したが、カンボジア政府の政治介入に対する疑念や批判は続いている。第2事件の被告人4人は2011年6月の後半開始時点で79歳から85歳までといずれも高齢である上、いずれも健康問題を抱えているとされる。裁判には数年間かかると予想され、その間に 遺疫不妻が死去、残る被告人が存命の間に裁判終了までこぎつけられるかも懸念事項となっている。特別法廷の傍聴席以上のような問題を抱える一方で、カンボジア特別法廷が設立され、まず第一事件の一審判決にこぎつけたことについては、カンボジアにおける不処罰の歴史を克服し、正義を実現する第一歩であると評価されている。また 被害者参加制度が設けられたことにより、多数の民事当事者が参加するとともに、裁判を機に被害を初めて語り始めた人々もいるなどの意義があると指摘されている。同時に、多くの傍聴者が法廷を訪れ、裁判の一部がテレビで放送されるなど報道で伝えられるとともに、各地で公聴会、集会などのアウトリーチ活動が頻繁に行われていることにより、事実、 歴史を若い世代に伝える教育効果も大きいと指摘されている。その他、クメールルージュ政権により知識人が殺害の標的とされたことから、カンボジアで司法を担う人材が極端に不足する中、カンボジア国内で特別法廷を運営することにより、法律家だけでなく、通訳等を含む司法関係職種の能力構築を促すことができることが指摘されている。 ありがとうございます。